朝なんですよね。日本だけ夜という。ですね。眠いですよね、もうね。眠いです。1時間半って結構長いなと思って。そうね、じゃあお二人とも気持ちのいい朝って感じですね。あのもう一人の方はごめんなさい、どっか、あ、エドモントン、カナダです。カナダですね。はい、うん、はい、じゃあ書きます、メールアドレス。皆さん、チャットでされてます？チャットでしてるんですけど。そうですね。これじゃあ他に、はい、例えばこれみんなにメール、例えば個人情報をメールするんじゃなくて、例えば先生個人にプライベートリーに、メールした方がいいってことですかね。これなんか全員でもブレイクアウトルームはそこだけとかさっきのところでおっしゃってたけど、どうですか。その、うん、全員のチャットルームの方には入らないってことですよね。ということらしいです。ということだと思います。わかりました。はい、私レイ334です。あとは浅野さんも、はい、浅野さん、お、皆さん今どんな話されてました？なんか他にもなんかただ名刺交換だけですか？そうですね。なんかあの一応こういろんなところに行ってみる練習っていうか、なのそれがもしかしてメインなのかなとか思いながら、なんかね、ほらあの4人以のところだとゴジラをなんか話すとか書いてあるから、そうですね。5校に皆さん結構4人以上なってきてますよね。そうですね。4人は OK だったんですよね。4人は OK なんですね。だからブレイクアウトルーム半分以上が空だから、どう空なんだから。あら、本当ですね。本当だ。集まって、あれなのかしら。ねえ。成田さんのメールアドレスって書かれます。ごめんなさい。まだですね。はいはい。なんかブレイクアウトがクローズするみたいですね。あ、もうクローズ。30秒でクローズしますって書いてありますね。はい。じゃあこれが最後ですね。そうですね。先生方はもうどうですか？今もう遠隔授業なさってて。やってないんです。まだですね。まだです。そうなんだ。もうこれから日本、あ、日本とかそのカナダの方はまだ。こういう遠隔授業はあんまりないですね。まだ、じゃあ、教室内の普通。はい。もうじゃあだいぶ皆さん戻っていらっしゃいましたので、もう一回スライドの方に戻りたいと思います。それではですね、皆さん の結果も確認をしたいので、こうしてるとちょっと面白くないかな。はい。じゃあやっぱりすみません、シェアを止めましたですね、まず5人以上、5人以上と連絡先が交換できたっていう人を除いて、できなかった人はカメラをですねちょっと止めてみてください。カメラを消すと自分の声は聞こえるけど顔は見えなくなるって感じですね。はい、はい、でも今映ってる方はじゃあ少なくとも5人とか、連絡交換ができたってことですね。連絡先がね、はい、じゃあ今度は10人以上との連絡先の交換ができたっていう人を除いて、それ以外の人はカメラを消してみてください。あ、だいぶ減ってきてしまいました。はい、大山さん一人かな。はい、わかりました。はい、じゃあちょっとまあでも少なくとも5人以上とは皆さん連絡先の交換ができたということですね。わかりました。それではよろしければまたカメラをつけていただければと思います。はい、はい、あれカメラを消していくとかですね、そういう遊びも結構面白いみたいですよ、そのブレイクアウト。あれ、はい、大丈夫ですね。はい、はい、じゃあですね、次の、2番目の、活動例に入りたいと思います。はい、ですね、はい、あ、ちょっと待ってください。はい、はい、じゃあ2番目のタスクは、あ、ちょっとですね、今皆さんの、
あちなみにですね、ホストの権限で全員を一斉にミュートにするということができますので、今ちょっとそれをやってみますね。はい。はい、ただいま全員をミュートにしました。で、こうすると、誰か一人がノイズがあったりしても、急に静かになりますので、便利ですね。はい。じゃあ次はですね、2番目のタスクですけど、終電後の駅前タクシー乗り場というものに入りたいと思います。こちらはちょっとオペレーションがだいぶ複雑になるんですね。じゃあ、これを、今ですね、皆さんのロール一覧というのを、僕が今コピーしました。コピーリンクアドレスで、コピーして、それをですね、チャットボックスにペーストしますので、あれ、ペーストできないな、どうして。あ、できた。はい。はい。よろしければですね、皆さんこちらを開いてみてください。で、まず、A と B の2つの、ロールがあります。で、かつ、ご自宅がどこにあるかっていう、それもちょっとご確認をいただければと思います。まあ、山手線の駅名を使っているんですけどね。はい。はい、まず A か B かと、それから、ご自宅がどこかをご確認ください。はい、で、書いてあります通りに、A が声をかける側の人で、B がもうすでに、タクシーの列に並んでいる人ということです。はい、ではですね、これをもうちょっと詳しく説明したいと思います。はい。ロールの説明ですね。はい。ロールカード A の方いらっしゃいますか？ちょっと手を挙げてみてもらったりしていいですか？ロールカード A の人。あれ、B、じゃあ B の人いらっしゃいます？あ、B の人が多い。はい。あれ、すみません。ロールが A か B かまだわからないっていう方、ちょっと手を挙げてもらえますか？反応がない。あ、船場です。わかりました。はい。はい。大丈夫ですか、船場さん。ちょっと待ってくださいね。はい、戻れないんですけれども。あ、戻れないっていうのは、この、ズームの方に戻れない。あ、いえいえ、URL が貼ってあるところへ戻れなくなってるんです。あ、URL、チャットボックスですね。チャットボックス。はい、はい。あ、ですね、あ、チャットにあるんですね。はい、チャットボックスに、はい、はい、入ります。あ、了解です。すいませんでした。はい、はい、はい、大丈夫です。はい。チャットボックスに、リンク貼ってありますので、そのリンクから、ご自分のロールをご確認ください。一番左側にですね、秘密の名前というのを、入れています。人によって、食べ物の名前とかですね、架空の人物の名前とか、キャラクターの名前とか書いてくださってますが、で、それが皆さんの、あれですね、そこの右にあるのが皆さんのロールです。はい。はい。で、ロールカード A の方は、終電を逃してしまって、まあ、B も逃してるんですけど、B の方が早く、並んでいて、A は後から来たっていう感じですね。はい。で、終着駅でタクシーを拾うつもりでしたが、もうすでに列が長いと。あなたはお金はありますが、とても急いでいて、列に並んでタクシーを待つことができません。並んでいる人、つまりこれロールカード B の人なんですけど、並んでいる人に、例えば池袋だったら、池袋まで行く人はいませんかというふうに聞いて、いたら乗せてもらってください。で、もちろんお金は自分が払いますと。こういう感じですね。はい。まあ、よくあるパターンじゃないかと思います。まあ、あんまり貧困法制な方にはないかもしれませんけど、はい。ですね。まあ、で、A の人がしなければいけないのは、一人でいるルーム B の、人のブレイクアウトルームに移動して、その人に、声をかけるということですね。はい。で、ロールカード B の人は、同じように終電を逃してしまったんですけど、もう先に来ていて、タクシーを待っていて、で、長い間待っていたので、もうすぐタクシーに乗れそうなんですね。でも、タクシー代がとても心配。はい。で、まずですね、ロールカード B の人は、同じブレイクアウトルームに B の人が2人いると、困るので、最初2人組にします。2人組でさっきと同じように、ランダムに分かれますが、同じ部屋が B の人同士だと困るので、他に B の人がいない部屋に移動してほしいんですね。はい。で、その後は動かないで、ロール A の人が来るまで待っていてください。で、そのためにですね、ちょっと書くの忘れちゃったのもしかして、あ、ごめんなさい。はい。すいません。ここで、一つ、言うのを忘れてしまいました。その相手が A か B か分からないと、
困るので、皆さん お名前の変更をもう一度お願いします。で、A か B かだけをお名前の先頭に書いてください。例えば、A、村上、アットエドモントンとかですね。はい。そういう感じで、A か B かだけを、お名前の先頭に入れてみてください。で、お名前の変更は、画面の下のですね、参加者っていうのがあります。英語だとパーティシパンツですね。はい。それを開いて、ご自分のお名前の、ご自分、多分ご自分がですね、一番上にあると思います。ので、そこで、名前の変更っていうのがすぐに見えていれば、それをクリックして、名前の変更できますが、見えていない場合は、詳細っていうのが多分あると思いますから、その詳細を開いて、その中の名前の変更を、押してみてください。はい、やり方がわからない人は、手を挙げるボタンがあると、僕がその人のお名前を変えられますから、でも大丈夫かな。皆さん素晴らしいですね。はい。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。はい、下の方にちょっと名前が、はい。長崎の A 子さん、A か B か分かりますか？あ、分かったのかな？大丈夫。はい。はい。はい、大丈夫ですね。茨城の高田さん、あ、迫田先生はいかがでしょうか？ A か B か分かれば僕の方で変えますけど。あ、ちょっと。変えました、すみません。あ、変えました。あれ、いや、迫田先生、まだね、あ、もうこれで反映されてるのかな？分かりました。はい。今、手を、あ、大山さん手を挙げて。はい。名前が見つから、あら、どこ行っちゃった。名前が見つからないんですね。分かりました。大山さんは、何大山でしたっけ？いや、ただの大山ですね。はい、じゃあちょっと待ってください。はい、多分ね、参加者一覧の一番上に、ご自分の名前が普通は来るんですが、ちょっと待ってくださいね。あれ、見えないですね。本当にない。あれ、はい、大山さん、名前ないですね。ごめんなさい。じゃあ、はい、じゃあ、ブレイクアウトルームで、私 A ですとか B ですとか、あ、ちなみに大山さん B ですか A ですか、どっちですか？あ、分からないです。名前が出てないので。あ、ロールの一覧の中にご自分のあれがないってことですか？ここのところ、大冒険のロール一覧っていうところに、はい、私の名前が見つけられないので、A とか B がわからないんです。はい、ご本名ではなくて、はい、秘密の名前ですね。秘密の名前ですよね。はい、が見つからないんですね。あ、そうですか。はい、じゃあもうすみません、はい、ご自分で決めていいです、はい、A か B か自分で決めて、はい、それで、はい、行き先もこの一覧の中自分で、はい、分かりました、はい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 、はい、はい、あとじゃあですね、まだ名前が A か B が変わってない人が3名いらっしゃいますけど、東京の斉藤さん、迫田さん、広島の迫田さん、茨城の高田さん、もし分かれば僕 A か B か入れちゃいますけど、いかがでしょうか？迫田ですが B です。B、あ、分かりました。じゃあ今お名前出ますね。はい。はい、画面が見えないのはなんでですか？ちょっとやりにくいですよね。はい。A ですよね。迫田さん。いや、迫田は B です。あ、B さん。はい、ごめんなさい。もう僕も記憶力がどんどん。はい。はい。大山さん出てきましたけど、大山さん。じゃあ大山さん A か B どっちにしますか？A にしていただきたいんです。はい、わかりました。じゃあ、大山さん、はい、今僕が、はい、はい、A、大山しました。はい、あとは、高田さん聞こえますか？茨城の高田さん。いらっしゃらないかな？はい、わかった。じゃあ、高田さんちょっといらっしゃらないっぽいので、はい。じゃあ、他の人はもうみんなできてるようなので、あれですね。じゃあ、最後にすみません。もう一回だけ、あれ、ちょっと難しいので、もう一回だけここをお見せしますね。はい。最初に僕が共同ホストに皆さんをもうしてあります。はい。で、ランダムに振り分けるので、ジョインを押す。最初はジョイン。はい。で、これが出なかったらもうどうしようもないんで、一回退出して、もう一回ズームに入ると。で、ズームに入った後で、このブレイクアウトルームの、田んぼの田みたいなのを押すと、これをカチッとクリックすると、このブレイクアウトルームの一覧が出てくるので、そこで行きたいところに
言ってください。あ、その A の人だけです。あ、B の人は最初に他に B の人がいないところに一回移動しますけど、それだけ。で、B の人は他はずっと待っていてください。で、A の人はこうやってどんどん、B の人が一人でいるところを狙っていって、それで、一緒に帰る人を探してください。はい。そうですね。もし一緒に帰る人が見つかったら、できればですね、一緒にメインルームに戻ってきてください。で、メインルームに戻ってきたら、もう一回名前の変更をして、名前の最初に、丸とかできました。まあ、丸が一番わかりやすくていいんですけど、丸を書いていただければと思います。できましたという意味でですね。はい。それではこれから、またブレイクアウトルームを、開きたいと思います。はい。ですね。30分ぐらい時間ありますね。はい。30分ぐらい時間あるけど、そんなに多分、かからないと思うので、ちょっと20分、A 平田、ごめんなさい。はい、じゃあ平田さん、わかりました。多分動けない事情があるんですよね、きっとね。はい、じゃあご自分で名前変えられれば、はい、B にお願いします。はい。B に変えてください、平田さん。はい。はい、はい、他にもちょっと今チャットボックス何か。Google ドキュメントをチャットでシェアする場合、Google ドキュメントの設定は誰でも閲覧可能にしていますか？はい、僕もそういうふうにしています。はい。はい、編集可能とかコメント可能とかいろいろありますが、今回は閲覧可能にしていますね。はい。はい、ミネソタの成田さん、大丈夫ですか？分かったかな？あ、でももう多分あれですよね。お名前の先頭に確かついていたから分かったんだと思います。はい。はい、それでは、もう一回部屋を開きますので、はい、リクリエイトにして、はい。はい、それでは、ジョインもしくは参加を押してください。20分ぐらいでお願いします。はい。迫田さん。ミュートを外してください。ミュート。はい、外しました。迫田さん、品川まで行かれませんか？品川に行きたいんです。私は高田の馬場なんです。ごめんなさい。残念。じゃあ、また後で。ごめんね。高田の馬場と品川がどのぐらいの位置かが全然わかんないな。でも、はい、多分違いますね。じゃあ、名古屋ですもんね。はい、どうも違うので、はい。またお会いしましょう。はい、ありがとうございます。はい、どうも。A の人しかいない部屋ってないですね。あ、あった。ここだ。川上ですけど、品川に行かれる方いませんか？品川、すいません、違います。あ、違います。荒木さんも違います？皆さんどちらまで？私は代々木なんですね。あ、じゃあ違います、ね。私ちょっと。あ、私は ABC です。すみません、私ちょっと。また。それでは失礼します。すいません、私間違えました。すいません、B の方で新大久保の方いらっしゃいますか？いいえ、すいません、恵比寿です。あ、すいません、じゃあ失礼します。ないってなった時に、そうそう、その時に別の方が出られなくて、私出てきたんですけど。あ、そうか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 。ああ。品川まで行かれる方いませんか？すみません、私品川までは行きません。あら、マイコさんは池袋まで行かれませんか？そうですか、残念。ではまた。池袋です。池袋ではないんです。どこへ行けばいいかな。ああ、そうなんですね。B さん、B さんってあんまりね。この辺に B さんが多いところに行って、ね、多いところに。じゃあ私もちょっとじゃあ移動してみましょう。移動してみますね。見に行きます。こんばんは。B さん、こんばんは。行かれる方いませんか？品川。どっち？品川、品川じゃないです。新宿です。品川いません。失礼します。あら、残念。なかなか品川いらっしゃいます。私、新宿に行きたいんですが。じゃあまた、失礼します。新宿です。新宿どなたですか？どなたかいらっしゃいますか？はい、私、新宿に行きたいんです。
あ、どなたですか？私、大山と申します。はい、私、新宿に行きたいんですけど、タクシー、もうちょっとで乗れそうなんですが、お金がないので、はい、ってことですよね。で、私、払いますので。で、メインに私、取れば。すごい。こんばんは。あ、先ほどのところ、さっき会いましたよ、私、カナミさんと。あなたはいらっしゃいませんね。行かないんです、そう、すみません。そうでした、うん。私も全然誰も拾ってくれないので、早く帰りたいんですけど。そうないですね、カナミさん。釣れちゃった。すみません。そうなんだ。じゃあ、私と親を知られます。で、はい、メインに戻る。はい。はい、戻ってきて、じゃあ失礼し、で、どうやってメインに戻るんですか？すみません。あ、いたんだ。いいな。あの、メインにすみません、戻る戻り方ってどうやって戻るんですか？メインに。戻るのは、うん、あの、ブレイクアウトセッションは退室じゃないですかね。あ、ブレイクアウトルームを退室して、そう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 、退室して。うん、ってことができるんですか？伺いました、はい、ありがとうございます。うん、で、あの、こんばんは、スターバックあるし、こんばんは、はい、こんばんは、B さん、はい、品川に行かれませんか？あの、品川近いですけどね、大崎なんです。あ、そうなんですか、じゃあ、ね、大崎、あ、有楽町じゃないんですね、お邪魔しました。お邪魔しました。私も次が、あの、品川ですけど品川誰もいないんだよ。いるんじゃないかと思うけど、どこにいらっしゃるんだろう。じゃなかったら大崎から歩けないことはないですけど。そう。リカさんかな。来ました。舞子さん、品川じゃなかったね。あ、違います。違いましたね。同じところに何回も戻ってきた。まずいっすね。ね。リカさんは誰がいらっしゃる？そう、B の方。はい。すみません。A しか、A さんだけになっちゃう。A しかいない。B は探しに。なかなか見つからないですよね。見つからないですね。やばい。まあ、また探しに行きます。はい、私も。そうかな。成田さんは高田の馬場なんですけど、違いますかね。違います、すみません。分かりました、ちょっと違います。見ましょう、本当に私も会えない。成田さんとこに会えないわ。いや、どうしたらいいの。他のところに行ってみます。はい、ゆきさん、ここゆきさんっていたっけ。あ、そうです。あ、一人いらっしゃる。今、だいぶ下の方。ゆきさん。はい。ゆきさんは、あの、品川行きませんか？あれ、いなくなっちゃった。ゆきさん、どっか行っちゃいました。どっか行っちゃった。ゆきさん。ゆきさん、いずこへ。いずこへ。いなくなっちゃった、B さん。ゆきさん、違いますよね。品川行かれませんよね。あ、私ですか？はい。あ、浜松町です。浜松町。はい。行かれませんね。そうですね。さっきのゆきさんじゃなかったの？ B が多いとこ。ゆきさん5人。どうしたもん。ゆきです。うん、はい、あの、どちらですか？渋谷なんですが。あ、品川？渋谷です。渋谷です。違うか。そうだったと思うので、失礼します。米葉さんは？これ大変だな。米葉さん、どこへいらっしゃるんですか？米葉さんいなかったっけ？すいません、私、代々木へ行くんですが、代々木の方いらっしゃいませんか？いません。いませんか？では、次行きます。います。目白なんですが、あ、さっき聞きましたね。さっき聞いた。あ、え、B の人が。あとはね、移動して。ああ、しないんですよね、B は。あ、 B は移動しちゃダメなんですか？すいません、移動してました、ね、B は移動しないんですよ、多分ですよ、ね、多分なんですけど。野那覇さん。あ、はい。あの、品川行きませんか？
あ、品川ですか。私、恵比寿に帰るんです。残念。品川っていうか、なんか見ない。小川さん、私たちメインルームに戻りますか。そうしましょうか。あ、もうそうですね。なんだ。羨ましい。あ、そうなんです。浜松町。あと誰だろう。あ、こっちかな。どうしましょう。私、動け。こんにちは。こんにちは。品川行きません？あ、先ほども品川聞かれましたね、私、新宿なんです。すいません。そうですか、ずっと。なかなか見つからないですか？なかなか見つからないんですよ。なんか私、勘違いかな。多分でも品川だよなとか。なんかいっぱい部屋に入ってる部屋もあるみたいですもんね。もしかしてお話が盛り上がって、ね、もしかしてそこで。そうなんだ。行き違いになったりするんですよね。うん、かもしれないですね。私、さっき、新宿の方と会ってメインに戻ったので、あ、本当、もしかしたらそういうのあるかもしれないですね。サニーさんって人かな。サニーさん、じゃあちょっと行ってきますね。あ、斉藤さんという方いらっしゃいましたよ。聞いてみるといいかもしれない。斉藤さんいらっしゃった。斉藤さん B？ うん、斉藤さん品川じゃないです。あ、品川じゃないです。え、品川じゃないです。品川じゃない。はい。あ、残念。品川じゃないですね。新橋に行かれる方を探しているんですが、いらっしゃいませんか？残念ながら行く。どうして？サニーさん。はい、こんにちは。前いらっしゃいましたっけ？品川。品川じゃないですね。五反田なんです。はい。ね、あら、なかなか見つからないですか？なかなか見つからないまま。でも、いろんなところをもう回られてて。もう一から全部、あ、でも何か行ってないかな。なんかでも結構ブレイクアウトルーム見ると6人一緒の人とかもいたりとか。いますよね、なんか。一挙にこう。8行ってないわ。8行ってみますね。あ、行ってみてください。はい、また、じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。8。お休みですよね。今、というかその前に2週間、テレバイズでずっと授業やってました。間違えちゃった。また帰ります。間違いました。僕は大崎です。そうでしたね。なんかだんだん分かんなくなっちゃいますよね。分かんなくなっちゃいました。恵比寿に行きますか？はい、品川ですけど。品川ですか？こちらは大崎行きです。ですよね、はい、失礼いたしました。ではあの探しに行ってきます。ありがとうございます。はい、はい、私も14歳と言われたので、ちょっとフラフラしてる。はいはいはい。こんばんは。なぜここは B が2人いらっしゃるんですか？ノーマさん。私がちょろちょろ動いてるからですね。あ、そうなんです。 B はなんか動いちゃいけないって聞いたので、なぜかなと思って、どんな状況なのかと思って、あの遊びに来てみました。あ、もう、村木さん、丸がついてますね。あは、なんかあの見つかった人はメインルームに一緒に戻ったら丸つけてくださいって言われて。ママさん、品川じゃないですよね。品川、はい、品川。あ、川上さん、品川の方にいらっしゃるんですか？はい。あ、私は町田の方ですが。町田ですか。残念。はい。全然見つからないんだけど。品川に。もしかしたらペアの方、今回ブレイクアウトルーム来るって言って、うん、参加されてないとかありますかね？あるかな、うん、あ、可能性ありますね。なんかこのワークさ、申し込んだけど、なんか都合でいらっしゃらなくて、うんうん、あ、はい、こういう可能性も何人かいます、いますね。あ、何いますか？はい、そうか、疲れたな、なんかずっとそうなんですね。確かに疲れました。私たち多分一番だったんですよ。あ、一番？すごい。なんか一人に聞いていなくて、もう一人に聞いたら、うん、あの会って、多分 お相手の方も待ってるタイプだったので、ああもう来たって言って、はい。なんか2分ぐらいで終わっちゃった。いいな。これまだ時間がまだあるんでしたっけ？あと20分って。どれぐらいだろう。ね、まだ。あるんです。何分ぐらいなのか聞いてきましょうかね。まだ残ってらっしゃるっていう人はいるよね。いますよね。まだ丸がついてない人はまだですよ。あ、平田さんって方はまだ。ちょっと行ってきます。来たような
方いらっしゃいますか。遊戯は行かないんです。すみません。行かない。ってください。ありがとうございました。失礼します。はい、行かないですね。はい、どこですか。品川です。品川行かないです。行かないですね。はい、すみません。いらっしゃるの品川みたいな。なかなかですね。なかなかですね。もういらっしゃらないかもねとか言って諦めてるんです。名前がわからない。名前はわからないですね。多分皆さんいらっしゃらないんだけど、もういない。もうダメ。カーソルが動かすいません。残念ながら時間切れを待とうかな。すいません。こんにちは。あ、こんにちは。はい。すいません。どなたが新大久保まで行きますか？はい、新大久保は行きません。私も A なので行かない。行かない。見つからないですよね。全然見つからないです。私も全然見つからなくて。もしかして、来てない人とかも、来てない可能性もあるかもしれませんね。ということらしいです。もうやばい。もうやばい。行き先が多いですもんね。うん、そうですね。なぜ？ということで、戻ってもいいのかな？ダメかしら？はい、からないと。どこかいいところ探して。また行ってみます？はい。でももういないですけど。じゃあまた行ってみます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。もういないですね。B がいない。あ、でも。あ、この方、20番の方はどうかしら。とりあえず行ってきます。もしもし。はい、こんばんは。こんばんは。品川行かれませんか？あ、品川じゃないんです。すみません。品川じゃないんだ。やっぱりいないですね、これ。いないですね。いないです、うん、どちら行かれるの？私、池袋なんですけど。池袋ってなんか最初の頃に会った方がいらっしゃったんだけど。そうですか。B は動けないんですもんね。動けないんですね。これ B も動けるようにしないと。そうですよね。動けないような気がするんですけど。なかなか、もうそろそろ時間ですかね。私多分、品川人は、行く人はいないんだとか思って。もう諦めた。まだ聞かれたことないな。いません？はい。でも B だからね。A も、もういらっしゃ、あ、ちょっと、この辺も、もう残っていませんよ。私も B だけど他の部屋に行って聞いてみようかな。うん、行って聞いて。なんか最初の方の A、B、1、2、3あたりにいらっしゃるかな。でも誰もいないよ。誰もいないですね。もう残っていませんね。あと30秒で終了らしいです。はい。竹山さん、どこで？あ、ビクトリア。ビクトリアです。え、カナダですか？はい、カナダです、ね。寒いところにいる。でも朝ですね。はい、そうですね、今私たちのように眠いわけではないです、ね。目はさえざえと。あれ？名古屋。名古屋です。今どれぐらいいらっしゃるんですか、ビクトリア。ビクトリア、去年引っ越してきたばっかりなんですけど。日本から？アメリカに前いて。ああ、そうなんだ、はい。じゃあずっと北米というか。ですね。そうですか。住みやすいんですね。まあ、まあそういう、まだちょっとカナダはまだ慣れてないのでちょっといろいろ似てるけど。どの辺にあるんですか？違うことがあってして。あ、バンクーバーの近くですか？にできたんじゃないかと思います。じゃあですね、はい。一応ちょっとお伺いしたいんですが、じゃあ一行だけでいいので、チャットボックスにですね、できたかどうかを共有していただければと思います。ちなみに後から来た方はにご共有しますが、お名前の先頭に丸がついている方は一応、相手が見つかりましたということですね。はい、あ、そっか、やっぱ見つからない人もいたのか。そうか、すみません。実はですね、今日申し込みが80人以上いるんですけど、実際には65人しか来てなくて、まあ、要するに20人ぐらい来てない人がいるんですね。すいません。で、もう、
見つからなかった方いらっしゃると思いますけど、それは別に皆さんの能力の問題ではなくてですね、単に運の問題ですので、すみません、あまりご心配になりませんようにお願いします。はい、はい、あ、素晴らしいです、ありがとうございます。はい、じゃあ残りまだ18分7分ぐらいありますので、質疑応答にさせていただきたいんですが、何かじゃあまず最初に今日のこの活動について、ご質問のある方からご質問を受けたいと思います。で、もしその後時間が余ったら、Zoom の全般的な話で質問を受けたいと思います。はい、では、じゃあまず最初の、1回目 の、 懇親会のあれですね、あれについて何か不具合とか、あるいは困ったことがあった方いらっしゃいましたら、ご質問を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。ですね、もしご質問のある方は自分をミュートを外して声を出してくださっても結構ですが、ちょっとですね、チャットが早くて見えてない部分があるかもしれません。あ、ブレイクアウトルームの振り分けをあらかじめできないのでしょうか。はい、これね、そういうメニューがあります。アカウント設定で、それを、ブレイクアウトルームの振り分けをあらかじめするっていうのにチェックボックスがあってですね、それをすると機能としてはできます。ただですね、相手を特定しないと、それ技術的に無理だと思うので、多分なんか条件があると思いますね。僕やったことないんです。ごめんなさい。多分相手が Zoom のアカウントを持っているとか、あるいはメールアドレスで相手を特定するとかですね、そういうことをしないと、ちょっと無理じゃないかなと思いますね。はい、ただ機能としてはそれありますね。はい、全員が部屋で活動中なのか分かるんですか。はい、はい、ブレイクアウトルームの、アイコンをですね、ホストが、共同ホストの人も多分同じだと思いますが、それをクリックすると、ブレイクアウトルームの一覧が出ますよね。で、そこに誰がいるかっていうのは分かりますので、でかつそれが頻繁に動いてるとかですね、一つの部屋になんか4人以上集まってるとかですね、そういうのはメインルームにいても分かります。はい、ブレイクアウトルームの行き来ができないのは、一つは不具合なので、だけど出てからもう一回入ると解決する場合がほとんどです。だけどその、環境によってですね、今のところサポートされているのは Mac と Windows だけで、 Android とか iOS とか Chromebook とか Linux ではこれできないみたいですね。はい、チャットの保存をした場合、そのチャットも自動的に保存されるのか、これはですね、アカウントの設定によります。はい、僕の場合は少なくともクラウドには保存されるようになっています。で、で特に教育機関の方はですね、アカウントの設定のところに参加者がチャットをコピーできないようにするっていう選択もできるんですけど、それしちゃうとですね、授業がかなり大変なので、それはしない方がいいです。もう本当にコピペもできなくなっちゃうし、確かね、リンクもね、リンクは文字列でリンクにならないとか、なんかすごい不具合がありますから、参加者がチャットを保存できないようにするっていうのは、教育機関の方はやらない方がいいです。はい、もう本当に仕事で秘密のことをね、やり取りする人が使うオプションです、それはですね。はい、あと、共同ホスト、そう、共同ホストになるとヘルプを求めるができなくなります。はい、はい、でもその代わり移動とか自分でできるので、メインルームに戻ったり、そういうことが、それで人に聞くことができたりするわけですね。はい、はい、あと質問あります。ちょっともしかして僕が見落としている質問あったら口で言っていただければ。はい、お願いします。他に質問ないかな。ないですかね。はい、じゃあ後半の方はいかがでしたか。終着駅、深夜の終着駅ですけど、そこで何か不具合とかあった方いらっしゃいましたら。あ、すいません、いいですか。はい、どうぞどうぞ。はい、佐野さん。はい、カンボジア佐久間です。はい、不具合っていうか、日本文化についての質問なんですけど、はいはい、日本ではそうやってタクシー知らない人に、はい、一緒のとこに行くんだったら行きますかっていうのは声かけるのは普通なんですか。僕は普通にやります。でも僕は普通じゃないかも。僕が普通じゃないかもっていうのはありますけど。じゃあ、結構別に変ではないわけですね、それが。
変かもしれません。僕は変です。僕は変な人間なので、すみません。どうでしょう、他の皆さんもちょっとこれちょっと教えてもらいたいなと思って。やったことあるとか。やったことあります。おお。やっぱでも人を見て、うん、まあ人は選ぶ。なんか行き先が同じような方を見、なんか見繕って。どうすごいですね、その3つ。でも、はい、なんか、本当に行き先がわからない方でも一緒に乗ったことあります。へぇ、はい、そういうもんなんですね。わかりました。すいません、変なこと言ってました。私はあんまりしないと思います。もう相手がやばそうな人はもちろん、だから、よっぽど、何か緊急の事態で、とにかく行かなきゃいけないって時は、譲ってもらうかもしれない。一緒に行くとかっていう発想はあんまりないかもしれない。なるほど。はいはい。だからもしかしたら年代とか、それから地域とか、そういうものも多分変わってくると思うので、一概に、これだからとかっていうことは言えないかもしれないですね。やっぱり抵抗があります。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい、でもまあそれは重要なことですよね。その日本文化も暗に教えることになりますからね。はい、はい、はい、他にはやったことがないという人もいくつかチャットボックスに書いてありますね。はい、質問してもいいですか？あ、どうぞどうぞ。はいはい、2つあります、はい、まずホストっていうのは、はい、今回村上さんがなさったことで、私初めて共同ホストっていう言葉を聞いたんですけど、はい、共同ホストっていうことの役割とその権限みたいなものを教えてほしい。もう一つは、はいはい、ホストになるその訓練っていうのはどの程度かかるのかとか、なんかどっかで講習を受けたりするようになるのかって、この2つについて教えてください。あ、はい、じゃあ、まず1点なんですけど、共同ホストの権限は、例えばですね、全員をミュートにするとか、それは確か共同ホストでもできたんじゃないかと思います。あと、もちろん今日みたいにブレイクアウトルームの間を移動できるっていうのも、これは共同ホストじゃないとできないことですね。あと、共同ホスト変更も多分共同ホストになるとできるかもしれません。はい。あれ？あ、大丈夫ですか？はい。なんか自由度がすごく広がる。普通単にホストと、はい、呼ばれた人との違いは、共同ホストになるとできることが少し増えるっていう、そういうことになります。はい、ありがとうございます。はい、でこういうイベントのアシスタントみたいな方に共同ホストを任命しておくとすごく楽になりますね。ホストの人だけに仕事が集中しなくなるので、はいはい、あとですね、ホスト の訓練っていうのは、そうですね、Zoom、例えば Zoom の、会社自体が定期的にそういう訓練をやっていて、ですね、Zoom の、公式サイトに行くと、そういう日程なんかもあります。なんかもう最近はほぼ毎日やってますね。はい、あと、まあでもそういうの、あんまりフォーマルなやつはちょっと気が引けるっていう方いらっしゃいましたら、もう本当に身内でちょっと あのやってみるっていうのが、多分一番楽なんじゃないかなと思いますね、知り合い同士で。はい、どれぐらいかかります？本当に面白いなと思うのでやってみたいと思うけれども、はいはい、招待されたら参加はできるけれども、実際にこれを私たちが授業で使うとなったら、はい、自分たちがホストの役をやっていかないといけないわけですよね。いや、もう別に詳しい学生にホストをやったお願いした方がいいんじゃないですか。いや、もうそれで十分だと思いますよ。はいはい、なるほど。はい、わかりました。どうもありがとうございました。はい、でその場合はですね、その名前の一覧からこの人をホストに指名するっていうのがありますから、それをすれば大丈夫です。はい。はい。はい。あと、なんかご質問。すみません。チャットの流速が速くて終えてないところがあるかもしれませんが、参加者を共同ホストにするのは、名前、ホストの立場で、参加者一覧を開いて、で、名前、の変更みたいな感じで、多分詳細ですね、多分詳細っていうのを開くですね、詳細の中にこの人を、共同ホストに指定するというのがあります。要するに参加者の一覧からできます。はい、はい、あとご質問ありますか？はい、はい、もうじゃ あ特に今日のあれとは関係なく、本当にZoom一般の使い方についてでもどんどんご質問いただければと思いますが、いかがでしょうか。もし僕がチャットボックスに何か質問あって見落としてしまったのいたら、
ありましたら、なんかあのすみません、もう一回声で教えていただければと思います。はい。はい、あ、どうぞ。いいですか。はい、はい、どうぞ。アメリカに限ったことかは知れないんですけど、はい、はい。リズムの利用者が増えて、はい、あのなんかハックされて、ミーティング中にポルノ映像が今日あの共有されちゃったり。はいはいはい、っていうことが起こって、今、教育現場はちょっと焦ってるんですね、それが起こってはいけないと。あのはい、それはあのもうあのパスワードかければ大丈夫です。あれはハックじゃなくてですね、あのただのいたずらです。で、あの、記事、僕も記事見ましたけど、まずその記事ではハックされたのか、学生がやったのか、まだ分かってないっていうふうに書いてありましたよね。あ、なるほどね。はい、で、あのなので、あの一つ、まあかで、もしかしたら学生かもしれませんし、学生じゃなかったとしてもですね、それはその、あの多分パスワードかかってなかったと思うんです。で、今日もこれパスワードかけてません。で、その、はい、その方があのやっぱりパスワード分かりませんとかって、そういうのがちょっとめんどくさいんで僕やんなかったんですけど、そうですね、はい、パスワードかければそういうあのもう技術的にハックするっていうのはそんなに簡単にはできないです。で、あの、だけどこれもう本当に9桁の数字ですよね、そのただの ID っていうのは、はい、なのでパスワードかけないと本当に9桁の ID なので、はい、もうあの適当に入れて誰かが入ってくるっていう可能性はあります。で、はい、で、そういう人があのポルノを見せるとかっていうのは技術的には全然難しくないです。てか僕でもできます、それは。はい、じゃあパスワードはあの私もめんどくさいんでかけてないんですけど、はいはい、パスワードをかけるって言ってそれはあのインビテーションにしておくって、インバイトされた人たちだけが、はい、あのクリックして入るときにもう一回パスワードを聞かれるっていうふうに考えておけばいいですか。そうですね。はい、はい、はい、そうです、そうです、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、他にご質問の方、何かいらっしゃいますか。ちょっと人数が多くて、あの、全員のですね、あの、画面を皆さん一緒に一斉に見られないので、声をかけていただけたら、はい、お願いします。あるいは、この人が手を挙げてますよとか教えてくださっても結構なんですけど。あと、まだ5分ぐらいありますが、いかがでしょうか。特にないかな。じゃあですね、公文献みたいなのをちょっとご紹介したいと思いますね。はい、あります。あ、どうぞどうぞ、はい、お願いします。あの私の画面あの手を挙げるところが見えないんですけど、この挙手の手を挙げる絵がないんですけど。もしかしたら共同ホストになったら見えなくなくなっちゃうのかもしれません。あ、わかりました。他の方見えますか？手を挙げるのあれ。あ、今チャットボックスでどうなったかが。あ、見えません。あ、そうですね。やっぱ見えないんですね。はい。じゃあいいんです。はいはいはい、はい、分かりました、すいません。はい、はい、あとひまわりさんどうぞ。はいはい、いいですか。はい、チャットに記入するときにあの、はい、自動的に英語で記載されちゃうんですけど、日本語でどうやってあのタイプできるんですか。そうですね、多分それズーム側の機能ではないと思うので、はい、じゃあ多分パソコン側で何か問題があるんじゃないかと思います。はい。はい、あ、じゃあパソコン側で日本語に日本語を書式にしておけばいいわけですね。あ、そうですね。はい、はい、そうだと思います。わかりました、はいはい。ありがとうございます。はい。他にご質問ございますか？はい。じゃあ最後にちょっとまとめっぽいことを画面でもう一回見せたいと思うんですけれども、はい。はい、今ちょっとこちらに画面に出ていますようにですね、まあ、オンラインでもあのブレイクアウトっていうのを効果的に使うとですね、学習者が能動的に取り組むあの学習活動っていうのは十分に可能で、かつその教室以外の人を巻き込んでですね、日本に住んでる学生さんとかもあの入れることができますから、あのむしろ楽しくなるというふうに言う方もたくさんいらっしゃいます。それからあの共同ホストに指名されるとブレイクアウトの間を自由に動き回れるんですけど、これは今のところ Windows と Mac のみですね。はい、で、あの一人一人が違うロールをプレイする活動というのも可能で、そのためには本人が認識できる秘密の名前というのを使って一覧を作ると便利ですね。で、かつそれも50音順に、並べると見つけやすいです。で、あのよく聞かれる質問なんですけど、PowerPoint とかの画面を共有すると、ブレイクアウトルームから見えなくなっちゃうんですね。なので、今日僕がやりましたように、ブラウザで見える Google スライドとか Google シートを活用すると、ブレイクアウトルームからも見れるので、便利になります。まあ、あるいはですね、PowerPoint でメインルームでやったのを、皆さん、スクリーンショット撮ってくださいねっていうふうにお願いすると、それで後から、
ブレイクアウトルームでも見ることができたりしますね。はい。で、これはですね、もう中国で、病気が流行り始めた頃にですね、学級閉鎖対策として初心者としての、初心者のためのズーム入門っていうのを僕ブログに書いていますので、これ一応コピーしましょうかね。コピーして、今日書いたようなことを入れてるんですけど、はい。例えばコピーし、プライベートで言ってしまいました。ごめんなさい。はい、今コピーペーをしました。で、それからですね、これから実際にアカウントを開設するときにですね、最初はですね、このブレイクアウトルームの、設定がオフになってるんですよ。で、これをオンにしないと、ブレイクアウトルーム使えないので、これをですね、アカウントを開設して初期設定するところの画面をですね、実際に僕が録画してますので、これも、これを見ていただければ、その辺が分かりやすいと思います。はい。はい、もうじゃあ、これで質疑応答は特にありませんかね。どうでしょう。あと1分ちょっとありますが。個人的に質問なんですけど、はいはいはい、この自分のメイン、今回のやったタスクとはちょっと関係ないんですけど、はい、いいですよ、それでも、はい、ズームに関係することですから、はい、ズームでメインコンピューターを、はい、やりますよね。で、iPad を使って、例えばホワイトボードを使って、Apple Pencil とかで書けますよね。そうですね、はいはい、書けますよ。はい、その時に、はい、コーホストを iPad にしたんですね。iPad をコーホストに設定したんですね、はいはい、Zoom を2つ開けて、自分のメインコンピューターと自分の iPad で、はいはい、でその時、ペンで書いてみたんですけど、書けなかったっていうのは、これ、何か設定が悪いんですかね。共同ホストになると、ペンで書けなくなるってことは特にないと思うんですが、あるいは設定としてですね、はい、そのアカウントそのものの設定なんですけど、はい、要するに皆さんこの画面の書き込みを許可するっていうのがあります。で、そこをオンにしておかないと、ホスト以外の人はできないかもしれませんね。わかりました。ちょっとセッティングもう一回見てみます。はいはい、はい、はい。ありがとうございます。はいはい。それは左下の方にペンのアイコンが出てくるのを押してなかったとか、そういうことではないですか？iPad でやると、PC でやるのとは別のところにコメントを出すっていう機能が出てくるんですけれども、それが左下の方に鉛筆マークとして出てくるんです。それをしてないと書けないんじゃないでしょうか。鉛筆マークは確かにメインのコンピューターの方に出てて、でコンピューター上では書けたんですね、メインの方では。で、iPad の方で改めて押さないと書けないと思うんですけれども。わかりました。ちょっともう一度見てみます。昨日、はい、iPad だと左下、iPhone だと右上だったと思うんですけれども。左下にその鉛筆のマークみたいなのが。丸いね、丸い青い鉛筆マークが出るんです。わかりました。ありがとうございました。はい。そうですね。環境によってこれインターフェースがすごく違うので、それでそれもですね、今日Mac と Windows だけでお願いしますと、お願いした理由の一つです。はい。僕も環境変わると僕の方でもちょっとフォローできないことがたくさんあります。すいません。はい。はい。じゃあ今もうちょうどお時間ですので、ではここで、あれ、レコードされてない？知ってますよね。ちょっと待ってください。これどうして？あれ、ごめんなさい。レコーディングになってるけど、僕の方ではレコードができてませんでした。どなたか今レコードしてらっしゃる方っていらっしゃいますよね。ちょっと後でもしご共有していただければ、あれ、なんでなんだろう。うん。はいはい。名古屋の川上さん、もしよろしければ、後で動画を共有していただければと思います。はい。よろしいでしょうかね。はい、私、録画してるんですか？なんかね、そのマークがついてました。はい。じゃあ、まあいいや。はい。でも、今日は特にそうですね。まあ、ここで話したことは、僕が後で自分で喋って、それを録画にして共有してもいいので、ご無理でしたら別に、はい、心配しないでください。はい、わかりました。はい、
それではもうとりあえず、今録画はされて、少なくとも僕は録画してないので、もう録画されてないんだったら質問するとか、そういう人がいらっしゃったら、では一人だけぐらいちょっとお受けしたいと思いますけど、特にないですか？ないか。はい、わかりました。はい、それではもう時間も過ぎております。日本ではもう1時過ぎてますよね。はい、ですので、本日はここまでとさせていただきたいと思います。最後にちょっと皆さんのミュートを一斉に外しますので、ちょっとうるさくなるかもしれません。はい、はい、それではこれでおしまいとさせていただきます。本当に今日は皆さんご参加ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。とてもいい体験ができました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。失礼します。失礼します。ありがとうございました。失礼します。